えー、こんにちは。トラさんファミリーの中で、佐藤蛾次郎さんがね、えー、本日お亡くなりになったという報道がありました。えー、佐藤蛾次郎さんはついね、何年か前、2、3年前、まさに男は辛いよシリーズの、この50作を、なんかの正体で渋谷かなんかに行った時にお会いしたような気がするんですけどね、まあ私がトラさんの格好をしていて、一緒に母がいて、で、蛾次郎さんがいて、で、蛾次郎さんに、 ちょっとおつなぎしててくださった同じファンの方がい二言三言は買わさせてもらったんですけども、まあ、78歳ですよねまああの年齢的に仕方がない部分はあるとはいえなんかその映画の中のねイメージでずっと来てましたんでああもうそんなに年取ったんだなと思うところですけども78歳といえばね、まあ、私の両親がまだその同じ年齢かその上でまだ健在ですんでんなんかその背に迫るものがあるかなってこところでございますまあどちらにしましてもガジロさんの 本当に、今までの働きとね、えー、あの、素晴らしい映画を作ってくださった感謝とともに、えー、まあ、お悔やみを申し上げたいなといったことでございます。お疲れ様でした。